とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエストやっていきたいと思います。シタデルの3ですね。所持品が、炎の矢のみなので、バブルバースター使えません。3人とも、怒りだね。で、これで行きます。で、ちなみに、俺はこれをやっていこうと思います。ハープクロスボウの無限ダイナモ。これを使ってやっていきますね。いけるかな？結構ね、3は難しいのよ。3はほんと難しい。でも3人だから、まあいけるでしょう。相当辛いけどね。大丈夫か？よし、お、二人とも俺が多分、やらかしたんだ。あれあれ落ちた一人落ちたかな。あ、落ちたね。多分またすぐ戻ってくるとは思うんですけども。行きましょう。それまでにはね、ある程度先に進んでればいいかな。あ、ちょっと俺これ怒り変えようかな。違う怒りがあったんだよな。あ、戻ってきた。うわ、きつっ。めちゃくちゃきつい。あ、ここはもう元々のやつを使おうか。うん、元々のやつでいった方がいい。吸血もついてる方でいきましょう。虚無付きの方のね、火力がある方に行こうと思ったけども、いやいや、ここはちょっと火力よりも生存率重視の方が良さげですね。あ、そうか、ここあれだ、炎の矢筒だから、雷の矢筒出ないんだ。あ、いや、出る。表示では雷の方になってるね。え、出てくれよ。いや、出ないわ。最悪だ。弓のさ、無限ダイナモがいけるかと思いきや、これ無理だ。いや、この炎の矢筒になるやつ、めちゃくちゃ難しいね。それなら。え、みんなもう、あ、上に行ってる？矢筒装備してても意味ないんで、ご覧にしていこう。もう、せっかく無限ダイナも行こうと思ったのに、残念やな。まあまあ、ボスは、いやいや、瞬殺するともったいないからね。瞬殺するともったいないんで、ボスもこの感じでみんなで行きましょうよ。いける。あー、ちょっと待て。もう、うっといな。でも意外と、ハープクロスボウが、すっげえ役に立つ。いい感じだわ。オッケー、とりあえず、半分まで来ましたかね。いや、これね、全然余裕だわ。余裕。やっぱりこの炎の矢筒がね、意外なほどに、役に立つ。まあまあ意外でもないんだろうけどね。すっげえ役に立つ。で、敵も、そうね、そこまで強くないかな。まあまあ変更とかは、たまに来て、危ない時があるんだけども、全然見ていけるんで、大丈夫だね。あと一人入ってきてくれれば、多分もっと難しくなると思う。うん。でもそれぐらいのね、難しさでクリアした方が、気持ちいいもんね。よし、もうちょっとで終わりかな。エンダーセントのところだね。もうやっぱ近接でいけるもんだね。うん、今回はまあトゲがほとんど出てこなかったんで、まあ、ラッキーっていうところもあったかな。トゲがワンスタが出てくるところだったらまあまあきつかったと思う。うん、今回はちょっとトゲがあまりいなかったっていうのが良かった。まあ変更は結構いたんだけどね。よっしゃ、おお、減るね。むちゃくちゃ減るね。さすがの攻撃力263じゃなかったら死んでたよね、間違いなく。おお、いただきありがとう。ではあとは橋を渡ってボス戦ですね。みんなで頑張ろう。やっぱりね、こう、ワンパンせずに戦っていくっていうのがやっぱいいよね。いい。うん。たまにはワンパンもね、大事だと思うんだけども。
こう普通に戦っていくっていうのもやると面白いよ。うん、自分の今の実力みたいなのがなんか分かっちゃうもんね。じゃあ、あーアーティファクトちょっと変えようかな。いやいいか。パワーポーションを出して不正の書を装備しとけばずっと2倍だからね。いやいや、いらんいらん。うん、いらんでしょう。全然余裕で倒せると思うんで。じゃあどこにいんの。あ、いた。じゃあ見えにくい。はい、倒した。ではボス行きましょう。特に問題ねえな。おお、結構結構きついきついね。減らんねえ、減らん。いやでもまあまあまあ問題ない問題ない。そのままご利用していきましょう。おお、減らんもんやね。よし、 OK。 結構強い。おお、3人でいくと HP も高めか。じゃあ、ある程度固まっとった方がね、処理はしやすいのかね。いや待て、雑魚が来ない。あ、下の方に行ってんのかな。下の方に、あー雑魚と一生懸命 戦ってる。みんな虚無の方に行くからね。ああ大丈夫、虚無の中ではやっぱりダメージ食らうね。注意しとかんと。しゃ、炎の矢だからこれでも十分ダメージ。いやいや与えれない、全然だ。しゃ、オッケー。もう少し、あと1回無敵になるかな。いいね、いい感じ。なんか、あ、いるよね、まだいるよね。段差があって、あれか、ダメージが入ってなかったのか。誰か蜂も使ってるけども、蜂が意外といい動きしてくれてる。おーい、きついね、蜂がいい感じ、ほんと。じゃあ、あと1回爆発作る？もう来ないよね。よし、はいはい、次でおしまい。行くねー。じゃあ俺も行こう。行ける。吸血でしっかり回復しながら。よっしゃー、それではクリアしましたね。特に問題なく行けたね。うん、無限ダイナモの雷の矢筒かと思ったけども、炎の矢のみだったんで、それはちょっとできませんでしたね。でもまあなくても全然余裕だったんで、よかったです。皆さんありがとう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。